私ってほんとバカ。あんな男に振り回されてさ。和美さん、今日は飲みすぎなんじゃないんですか？私もお酒と結婚しようかしら。永遠の愛誓いますか？誓います。こらやめてよ。あ、ゆうとくん、休憩行ってきていいよ。行ってらっしゃい。うん、でも、和美さん、今いい人いないんですか？全然、私なんてダメよ。すぐに殻にこもっちゃってさ、このピスタチオみたいに。でも、その殻を破るから食べがいがあるんじゃないんですか？ちょっと、からかわないでよ。殻だけにですか？マスター、マスター、やめてよ。何？停電？和美さん、この暗闇が明けたら僕のありのままの気持ちをあなたに伝えます。だからあなたもありのままの姿で答えてください。ありのまま？気づいてたの？はい、今ならこの気持ちを伝えられる気がします。わかったわ。そこから動かないで。ゆうとくん、結婚してください。嬉しい、嬉しい。ゆうとくん、また暗くなった。こんな男なんて聞いてないぞ。気づいてたって言ったじゃない。そういう意味じゃない。もう遅いわマスター。今回の男こそ絶対に逃がさないから。こっち来るな。どこ行ったマスター？マスター、私耳はいいんだよ。どこ行ったかしら。そこか。私殻破ったよ。そこにいたのね。ピスタチオ、いただきます。